ユータ、ヒューガ、アミ、ピアス開けてる数が心の傷の数、ヤマト、コムドットです。今日は何？今日は幼馴染？コムドットですね、地元の寮全国にというスローガンを掲げて活動していますけれども、まあ、僕たちみんな小学校から一緒なわけですね。で、中学校はバスケ部が一緒で、そうそう、で、まあ高校ちょっとバラバラになっちゃったんですけど、ここでまた集まって、で、こう力を合わせて日本一を目指してるわけなんですけれども、あ、文句あるかよ。え、小学校一緒じゃなくね、俺一緒っけ。え、小学校からって言った？小学校からな。それお前ら4人だけやん。俺中学校からでしょ。中学からで行くね、もうこれは。小学校からって言ってこのノリやんのやめようぜ。俺多分確かに小学校違う顔だし多分パッて見たらやっぱりこの幼き頃から一緒にいるわけですから、うん、まあお互いの価値観っていうものは大体分かってると。コムドットって喧嘩するんですかっていう質問をよくいただくんですけど、多分しないと。まあそうだね。なんでかっていうと、まあお互いの怒る部分が分かってるから、うん、喧嘩手前で引けるみたいな。あ、そうだね。お互いの性格を知ってるならではの企画、これ持ってきました。ということで本日の企画、地元の友達なら TikTok のいいねら見ただけで誰がいいね押したか分かりたぞコムドットはアカウントを共有してるんで、うん、まあいいね欄みたいなのも見れるわけですね、うん、でこの間僕ちょいいね欄を見てたんですけど、結構みんな女性をいいねしてるわけですね。おお、まあ素敵だなと思ったらいいねするのは男心の花心一つですな、うん、まあコムドットレベルになれば、まあ、誰がいいねを押した美女なのかっていうのは分かるんじゃないかなと思って。あ、なるほどな。そういうことね。みんながシンプルに可愛いと思う人たちをちょっといいねしてきてもらったんで、うん、まあ、それ今からランダムで出題します。で、これは誰がいいねしただろうっていうのを指さしていただきます。で、自分が選んでた場合は自分を指さしていただいて、そこで正解が分かる。なんでその当てた回数がポイントになります。あー、なるほどね、はい、ということでね、まあ、せっかくなんでこれシリーズ化していきたい企画なんで、うん、まあ、これが第1回幼馴染王という。おー、なるほどね。馴染王、それではやっていきます。しょ、まずはじめはこの人です。います。おお、とか有名じゃないですか、渡辺梨沙さん。おお、うん、有名ですね。渡辺梨沙さんでしょ。やばっ、ジャキっていうやつがいるもんね、今ここの5人で。そうちゃんっていうあの赤ちゃんまで俺インスタフォローしてるから。おお、じゃあ優馬の可能性出てきたよ。いや、こうやってわざわざフラグ立ててくるどういうことできないの優馬。分からんページ。俺も分かった。今の分からんページはいいね。キスキ、分からんページ誰。分からんページ、リキヤ抜けてるなー。抜けすぎでしょ俺ガチ自信。いくよ、せーの。はい、ヤマトだ。ユータ正解。ヤマトでしょ。ユータ正解。ユータ正解ですか。ちょっとお前らも全然ダメだよ。点でおかしいわ。ヤマトがこの企画で渡辺梨沙さん選んでくるとは思わなかった。マジでフラットに見れない仲になった。そうなんだよ。もうふざけんなよ。ユータが俺を選んだ理由は、ヤマト巨乳好きだから。顔はああいう人好きやん。綺麗、俺綺麗系の方が好きだから。俺よくユータさん、あ、やめしゃべって。いや、1ポイント。これすげえ。これすごい。いきます。はい、せーの、ドン。うわー、おー、かわいい。けどこの歩いてる感じか。なるほどね。あー、かわいい。あー、オッケ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 ー。これ外したらメンバーじゃねえ。せーの、はい、よー。すげえ。それは言ったよ。ユータのタイプは分かるよ。ユータいなくていいよ。説明できる？俺のタイプ。できるできる。割となんかダークな感じで、ショート好きやん。テコテコピョンピョン。綺麗系が可愛い系いたら可愛い系だもん。そうだね。じゃあ俺ら、じゃあ今全員ポイント。いきます。はい、続きまして、あー、出た。いや、これはあれ、誰だ。あ、みちゃんじゃない。って出た、この子。俺この子来たことないかも。はい、なるほどね。マジで、あ、もう絶対あいつでしょ。俺ね、俺もこれだけで分かった。あっちゃんと今静かすぎて。お前ら分かりやすい。はい、じゃあ行こう。これはね、俺マジ分かった。せーの、うわー、ほらほらほら、よっしゃー。絶対言うやと思ったよ。お疲れじゃーん。ギャルっぽかったから。ああ、いや、だるい。何、俺これ出てきたことないわ。俺この子来たことないかも。残るだろ、そんな頭に。白い切りたいやん、さすがに。まあそれは込みですか。よっしゃ、1ポイント。はい、この方です。あー、幼いな、だいぶ。あー、あー、けどこれはあいつだな。これはわかるわ。これはわかる、俺。これはやるな。オッケーオッケー。これヤバい、2択かも、俺も。いや、誰だ。他の人のところもやるやつ。せーの、うわー、うわー、キュー。
俺もこの子選んだ。俺もこの子選んだ。二人とも白木言ってたの。俺も当たってないんですよ。俺言うもん。まあすごいけど、ここでやっぱり俺言うと仲いいんだわ。言うたの口から聞いたことない。いや、何回も知ってるよ、お前。いや、じゃあ言って攻撃していいよ、全然。仲いいよ。ほら、もう言った通りやん。言わされてる顔じゃないですか。いや、ゆうた、この間俺んち泊まりに来た時、バカ楽しそうだったから。いや、ガチ楽しかった。なんかいいということ。続きまして、いきます。せーの。おちゃん、唇今日もプリプリだね。前髪カタカナのシッ。君と出会った奇跡がこの胸に溢れ。はい、もう一発大丈夫、シラキになっていい。誰だ、分かった、これ誰だよ。お前じゃねえな、多分その感じ。これお前だったら下手すぎる。せーの、おい。いや、あっ、2人なんだ、じゃあ。おぉ、これカップチャンネルなんですよ。そうそうそう。おぉ、すげぇ。これキュートだ、ちゃんはみんな強い。ポイント、ポイント10枚が2だね。よかった、おぉ。これはね、マジで分かった。絶対ヤマトだね。おとちゃん普段化粧しないんですけど、このおとちゃん化粧してで、このカップルが好き、すごい面白い。うにぃらしい。こんな広い世界でかぶるか。いきまーす。せーの、ポン。うわぁ、当たんだ。うわ、うわ、これは。いや、あーでも、あれT シャツとか。え、これね。おお、俺。これはあいつだよ。絶対絶対。100%で。これはあいつ。踊っちゃったらあいつだよ。腰振ったらあいつなんだから。せーの、うい。よっしゃ。すごいね。1ポイント。よし。じゃあ3、2、1だ。今もユーマ外すの結構えぐい。これメンバーへの興味指数みたいな。そうですかね。いきます。はい、次これ。はい。うわ、もうこれは一発でようだわ。いや、これはあいつだわ。うわ、このホイックスさんはあいつだわ。いや、わかんねえよ。この人一覧ライブもやってるからね。いや、俺勝ちあいつだと思う。俺はちょっと勝手にいけるわ。いきます。せーの、おら、俺だ。よっしゃ、よっしゃ、おら、絶対おめえだよ。俺はね、迷った。ここか、ここで。絶対おめえだよ。一人で4ポイント取った。マジすごい、マジすごい。俺はあっちゃんね。ギャルっぽい感じがする。大人っぽい。ギャルっぽいの来たら俺かあっちゃん。俺とあっちゃんそこ取りやすい。なんでギャルが好きなの。楽しそうじゃね。そういう観点だ。行こう。行きます。せーの。うわ、横ね。いや、ガチわかんねえ、これ。かわいい。かわいい。めっちゃかわいいやん。俺もだよ。え、誰だ。横画面の TikTok は俺見たことねえ。めちゃくちゃかわいいよ。いや、わからんわ。いきます、持ってあげ。いくか。せーの。え、おっちゃんか。マジか。いや、もう180度違うやん、さっきの。ええ。お前、マジほんとやばいね。じゃ、出てきたかわいい子おっちゃんかな。じゃ、誰。ユーマだよ。俺もユーマだよね。全部のセリフが臭く聞こえたもん。めちゃめちゃかわいいよ。こういう清楚系アイドルはユーマじゃないですか。普通に出てきたら絶対面白いだ。あー、間違ってないけどタイミング合わなかったよねってことだな。倒れるね、本気で。いきます、せーの。うわー、これはもう俺分かった。これは分かった。これは分かったわ。分かったわ。まあ、これは分かったわ。こいつじゃなかったら結構嫌なんだけど。いや、えって感じ。せーの。うわー、よっしゃ、しゃべってんなって思ったんだよ。えって感じ。これでなんで4ポイントキレキレで、全体的に見たら笑顔になる。顔で選んでないから、俺は。笑顔。顔や。いや、顔や。いきまーす。この方です。う、俺、え、知ってる。うお、それやばい、そのリアクションは。これ演技じゃなかった、やばい。うわ、ガチエロい人や。いや、ちょっと待って、これ分かんの。いや、これ角ちゃんでしょ。せーの。うわー、マジで、マジで、すごいやばい。すごい。いや、お前ひどすぎる。エロい人だわ。まあまあ、じゃあヤマトこうだ。もう見つよいな。いきます。はい。もう、あれ、これはもう、いや、これはもう、あ、これは分かった。2択じゃないですか。いや、一択でしょ。一択。せーの。おいー、これはヤマトです。ベロ出してる人はヤマトですよ。ユータと俺ははっきりしてんのかも。俺は曖昧なんだ。割とポワポワしてるかも、ここは。いや、笑顔で選んでるんだ。あんま面白くない。あんま印象よくないです。いきます。おぉ、うわ、今わかんねえ。俺、これはね、わかった。この感じで言うたらだな。
違うのか。せーの。うわー、まだやな。いや、ユーマっぽさは確実にあったよ。変身後がユータ臭かったんだよね。そう、確かに。いや、ここまでだったらユーマなんだよ。もうユータやん。ザ・ユータやん。でも僕、変わる前の方が。お疲れ、お前ら盛り上がりお疲れ。いきまーす。はい。はい。うわー、いや、この子はもう、最近よく見るよ。すごいよ、透明感すごいで有名な人。うわ、ほんとわかんねえ。これさ、なんか、有名な方の。水みたい。俺、これ絶対当たる気がする。せーの。あ、マジかほら、すごっ。こいつクソだよ。ボソッとさ、なにこの人有名な人。決定。この人は何、あの有名な方の歌舞伎に狙われてるんですよ。レベル高い顔線なんで。この人は本当完璧なトップ感じゃない。だってエグいもん、透明度3歳ぐらいに。じゃあ俺4ポイント。おー、いいね。いきます。はい。もうアホだろ、これはあいつだ。この人を笑ってるわけじゃないですから。せーの。はい。はいはいはい。バイバイ。おとつ。6点。7点。クリなんかちゃんと童貞がエロいお姉さんいるし。いきます。はい。出た。あと、クワさん。うん。イエスさん。有名ですよね、この方も。トゥーイエスさんって言うんですか、この人たち。立ち、立ち。本名らしいですよ。うわ、待って、迷うな。誰だ。なんだ。いや、お前がよかったよ。俺はガチでしょ。家康さんは違う。まあけど今日インスタまで飛んだ一回。もう俺こいつにかけたい。せーの。よっしゃー、やんべー、かけた。よし、ここポイントか。はい。おお、まあもうこれはもうだって大有名だよ。見る必要あんの？いや、見よう見よう、普通に見よう。いや、誰で証拠でもなくこんな有名な人選んだの。いや、ほんとそうだ。めちゃくちゃ有名なんだよ、聞く。ここだ。ここ、この違う、最後の最後嫌いになるいや、バレーシュースしてるから、できてるか分かってないけど、俺もね。せーの。はい、オッケー。オッケー。あなたインスタのね、とこにマークつけてたぐらいですから。昔の話だ。これ知らなかったら俺らどうなの。どういうとこが。いや、雰囲気っすね。人を雰囲気で選ぶんだよね、俺。ああ、まとわりつくオーラ。ヒューガーね、熊系のオーラ。いや、全然違う。あったかいオーラがある。40度ぐらい。だいぶじゃね。ユーマ君紫っぽいって言われるやん、多分。白っぽい、俺からしたら。あっちゃんはね、赤。うん、薄い赤。黒。ドス黒いもんね、こいつ。え、なんで俺色じゃねえの。全部適当ですよ。そんな感じで回収されたら俺の黒やばいし。じゃあ、ユータが全部適当ですよ。ユータは、仕組みデカめ。いきます。続きまして。うわぁ、これはやばい。いいでした人が。これはいいでした人がやばいわ。え、これ面白いやつじゃん。うん。さあ、これすごい面白い人なんだよ。下で紐結べるかみたいなチャレンジで流行ったね。マジで頭いい。うん、すごすぎ。バケモンだよ、こんなの。うわ、ま、マジわかんない。いや、わかるだろ。そんなすぐわかる。せーの。おい。うえー。あ、マジか。何？何すか？やっちゃんかなって思ったんだよ。お前思うわけねえだろ。お前が。なんかね、この人ね、すっごい面白い。俺はこのキャラクター含めていいねでした。みんな全員ポイント。はい。あら、あら、あら、あ、もうダメでしょ、これは。もう短い、短い、超余裕なんだけど。せーの、ほい。あっちゃんが一番推してる、あの、AV 女優の方に似てた。クソ変態な、お前。あっちゃん、マジクソ変態やから。どうなりましょう。うわぁ、ガランは。いや、結構自信あるよ。誰だ。せーの、ほい。え、うそ。うわー、うそ。ユータ、すごい。これはユータではないよ。俺はユータですよ。俺が1位かな。雰囲気で見てどの顔が一番好きなの。顔として、同性として好きな顔。ヤマト。よし。なんで。消去法。じゃあ、やばいよ。どれ嫌いなの。一番最初に嫌われたのが誰が気になるの。それはなんで一通り見た後のケツに俺がいるんだ。そりゃ最初に切られるわ。よっしゃー、しゃー。
シャッシャ。あーやべー。全部シーって言うなってことだよ。続きましてですね、はい、いきます。どれだ。はぁ、あ、もうこれはわかった。もうこれはわかった。いや一瞬垣間見えたやん、なんか。いこういこう、せーの、ほい。ええ、え、え、はぁ、間違った、俺だ。一瞬ツッキーで出てきた。続きまして、え、めちゃくちゃふざけてるやつ。誰だよお前、これ押したの。お前タイプなんだな、押したやつ。ちゃんと選んでこいって言われたのにこういうことしちゃう。マヌケは誰だ。さばこう、はい、そいつ殺そう、はい、せーの、ほい。俺とヒューが当たるか。出ていった瞬間大爆笑してた。いきます、次。うわー、かわいい。出た。もう確ちゃんやん、こんな人いんの。確実なチャンスやん、これナイキだ。せーので、いやいや、ワンチャンなのかな。まあまあ、ギャルさんやでしたね。ヤマトこの人好きやからね。おっぱいの上死にたい、いきます。はい。うわー、若いな。韓国の人っぽいね。え、日本人なのこれ。あ、ナイキだ。じゃあ誰だ。これはね、俺ね、わかった。一撃系よ、いくよ。せーの、バキュン。よっしゃ、よっしゃ、もうみんな騙されねえよ。え、何で選んだの。いや、笑顔。ラスト問題か。かわいい。おえ、どれこれ、どれ、めっちゃかわいい。あ、かわいいね。髪多い。誰だこれは。あ、けどセミロングや。いや、ロングでしょ。いや、誰だ。いや、マジでわかんない。この人 YouTube やってる人。え、そうなの。え、そうなの。お前めっちゃ詳しい、怪しい。お前誰。俺のタイプじゃない。知ってんだよ、僕ね。ここに来て、来た、この演技が。お前じゃねえ、偽りに見える感じ。じゃあ、ガチ俺じゃねえ。出た、お前じゃねえタイプだ、これ。ガチ、だからガチ俺じゃない。せーの、あし、あぶねえ。あぶねえ。ということで、これでこの企画終了です。お願いします。ということで、今回の企画なんですけれども、いいね欄だけでメンバーの誰が選んだかっていうのを当てるっていうゲームになってるんですけど、優勝者から発表したいと思います。優勝者、僕です。うん、ありがとうございます。そうだね、すごいわ。トマトはなんかよくさ、入ってくれやん、勝手にズカ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 ゴリゴリ詰めてくれやん。ズカズカ効いてる。スパイクが入ってくる。うん、穴開いてるよ、グラセンしたの。気をつけるよ。ビリー、ゆまちゃん。あっす、あんま分かんない。新メンバー募集します。お、デデ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